こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、オーニソロジーっていう曲を、ユニゾンでやろうと思ったらどうすればいいですかっていう質問があったので、その方法を、解説していきたいと思いますが、僕の、タームっていうやつですね。要は、このタタタトとっていうのと、この3つがだいたいタタタタンタンタンタタっていう風にフレーズすると、これそのまま跳ねた8分で叩くとこうなりますよね。なので、基本的には裏の音をバスドラで飲んであげるって感じなんですね。で、スニアだけで叩く場合は、音列が高いものは、高いものは強く、低いものは弱く、これだけでもそうなりますよね。で、なおかつスイングするのにバレバレバダブレベリーでバレバレバダブレベリーっていう風に歌うと思うので、こういうところを、基本は高いところをこう段階的にってやると、もうってやるよりは随分メロディアスに聞く。要はドラムが歌ってると何がいいのかっていうと、歌うとだんだんこう高い音程は強くちょっと発音するようになるし、低い音程は弱く発音するようになるんですね。なのでシンバルレガートもこうペダルだったらいいんですよ。同じ音だったらね、あのベースのペダルソンみたいな感じだったらいいんですけど、ただやっぱり歌うレガートっていうのはやっぱ同じレガートでもこう上がったり下がったりするというか、トン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 っていう風に歌ってると自動的にこの抑揚ができるじゃないですか。なのでこういう風になります。なのでハイハットで例えばオニソロジーをこうユニゾンする場合は、っていうような感じで演奏したり、っていう風にやるとかなり管楽器と混ざりやすくなります。ただこれめちゃくちゃ難しいし、こう経験値とかもいるんだ、この通りやっても全然いいけど、ちょっとこの裏拍にはちょっとアクセントつけるよねとか、っていったところでちょっとこう補正が必要なので、それよりはもう単純に8分のとこはっていうのと、こういう風な感じで、タイのとこはクラッシュにしてみて、なのでタームのA、B、で D、ウッタタード、ウッタタード、これも出てきます。ウッタタードにしたり、ウッタタードにしたり。で、タンタードのはタンタ、こういうふうにしてますね。これでいけるかな。タドットっていうのは多分出てこなかったと思うので、このタームの組み合わせだけで全然できます。なので、組み合わせでちょっと今譜面にしてみたものをちょっと見ながら弾いてみてもらうと、これはオーニソロジーの、メロディーに聞こえるんではないかなと思う。ちょっと聞いてください。こんな感じでやると、ちょっとユニゾンでやってみるとかなりハマる感じがわかると思うので、じゃあユニゾンののも聞いてみましょう。
はい、といった感じですね。なのでタタタとタドダも、これでもまあ成立するけど、こういう感じで、要はタタタの中でもとかという形でメロディをちゃんと頭で歌ってると、それに吸い付くような形のこう音配分になってくると思うんですね。というわけなので、こういったオーニストロジーのこのこうみんながユニゾンしだした場合は、このユニゾンするっていう手もありますよね。あとはダバレ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 でバレバレバレレテテレでダバレバレテでダバレバレでダブで、こう間だけに入るとか、レガートやりながら間に入るとか、もうバラバレブレブレレブレブレレレレテテレレブレブレブレテテテダバレレレレレレレみたいなポイントだけ合わせるとか、ダダダンダン最後だけ合わせれば、なんか全部手柄取ってかれたみたいな感じになっていいかなと思います。とにかくね、フレーズはね、最後最後に失敗しても次の音が当たったらその伏線だと思われるから、途中で諦めないということですね。なのでオーニソロの維持の一番大事なのは、ダバダムダムドンダダダムダムドン、これだけできれば、あとはごめんできないって言って放置しててもなんかわざと狙ってるみたいに思われたりしますから、やっていってください。というわけでオーニソロジーはよくやりますね。ハオハイザフンの替え歌なんで、やると思います。こういうリフものの、だからチャーリーパーカーのオムニブックをメロディーとかをまず片っ端からやって、できるならもうパーカーのアドリブなんかもこのドラムに置き換えたりとかして練習すると、ものすごくジャズフレーズができると思います。ということで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。